けっぱなしの便器がやけにリアルで恥ずかしくなった。君を泊まらせた後の誰もいないワンルーム、こんな気持ちになるのは今だけなんだけどな。やけにずっと待ちわびてる 0.2 秒の振動、綺麗に畳んだね巻きと少しずれてるこの気持ち、君が悲しく笑うからそれでもいいって思った。そんなやっぱ